BS テレ東で放送中の東京パソコンクラブ金曜深夜0時に新しいレギュラーメンバーとして乃木坂464期生の林瑠奈が出演することが決まった。東京パソコンクラブは乃木坂46のメンバーがゼロからゲームプログラミングを学び、オリジナルゲームを作ることを目標に汗をかくプログラミングドキュメンタリー。林は現役の大学生で、答えが884、林になる積分自己紹介が話題になったこともある。そんな数字を巧みに操る林のゲームプログラミングの腕前は、本日6月2日の放送回では、ポスター撮影と聞き、吉田綾乃クリスティと弓木直樹がある場所を訪れた。そこでは、新レギュラーの林がサプライズでお出迎え。最初は驚いて動揺した二人だったが、そこは台本なしロケが恒例の東京パソコンクラブ。レギュラー2年目に突入ともなると、すぐに撮影モードに切り替え、ポスター撮影は順調に進行された。ポスター撮影の後は、初加入の林も交えて、いよいよプログラミングパートへ。3D ゲーム、クラッシュバンディクーを実際にプレイし、ゲーム内で使われている 3D のプログラミングについて学んだ。使用するコンポーネントは、今まで 2D ゲームのプログラミングでも使用していた、リジットボディ、リジットボディ。吉田と弓の木は、今までの知識を存分に活用することができ、面目を持ってほっとした表情を見せた。初収録を終えて、林は、収録の日が来るまで、一体どんなことをやるのだろうとか、途中参加でうまくいくのかとか考えて、めちゃくちゃ緊張していました。始まってみると、お二人、吉田、弓の木、とは普段からよくお話しているせいか、とにかく暖かい空間だったので安心して参加できました。プログラミングも、先生やメンバー二人も丁寧に教えてくれて、なんとかついていけたかな。これからがもっと楽しみです。頑張りたいと思います。と意気込んだ。吉田は何も知らない状態で入ってきた林に、私たちが教えることができる部分がちゃんとありました。いい意味でまた学び直せる機会になり、復習になってよかったです。このタイミングで来てくれて感謝。感謝という感じです、と林のことを大いに歓迎。弓木も、林とは同期メンバーというのもあり、気心が知れてる仲なので、今回のレギュラー参加は嬉しいです。私は口数が増えると周りを混乱させちゃうことが多いので、林に突っ込まれることが多くなるかなと。これからも仲良く3人のグルーヴを大切にできたらなと思います、と今後の見どころをアピールしている。林を迎えて、これから3人がどんな絡みを見せてくれるのか、そして、ゲームプログラマーとしてのさらなる成長にも期待が高まる。